はい、毎年恒例の柏レイソルの我孫子ホームタウンデーがやってきます。はい、はい、期日は6月7日日曜日、場所はいつもの日立柏サッカー場となっております。あ、はい、開催案内について、ね、はい、お願いします。ご説明いたします。はい、レイソル我孫子ホームタウンデー6月7日日曜日午後4時キックオフです。場所は日立柏サッカー場、はい、以上ご覧の通りとなっております。はい、問い合わせは我孫子市役所企画課までお願いいたします。はい、今年は我孫子市政45周年記念ですね、はい、ということで特別な取り組みが あるそうなんですね。あ、そうですか。まずは、はい、我孫子の我孫子市のふるさと産品の大試食会と銘打って、はい、まあ、試食をしてもらおうというものですね。はい、これは実は我孫子しるべから出張していきますので、我孫子の良さを伝えるグルメ、はい、ドドーンとこう紹介しちゃいます。はい、たくさん味見しに、ぜひ来てください。はい、ついでに販売も行います。よろしくお願いします。そして市政45周年を記念した、シャープペンがついてるのかな、3色かな4色かな、ボールペンですね。これを先着1000名の方になんと無料でお配りするという企画があるそうです。はい、はい、これで我孫子ホームタウンデーのオリジナル商品になるそうですね。我孫子レイソルファン必須のアイテムになりそうですね。そうですね。はい、それでまだまだですね、新しい取り組みを考えているということなので、はい、まあ、決まり次第にですね、Facebook 等などでお伝えできればと思っております。ところで気になる対戦相手はどのチームになるんでしょうか。サンフレッチェ広島ですね。さっきちょっと案内に出ちゃいましたけどね、これまでの戦績なんですけど、はい、通算で43試合だそうですね。はい、そのうちの21勝をしているということですね。はい、昨年10月のホームゲームでは勝利を見事収めているということですので、はい、期待しましょう。しましょう。はい、以上、柏レイソル我孫子ホームタウンデーのご案内でした。はい。